勝浦城は、千葉県泉郡勝浦に存在した、日本の城。勝浦市指定史跡。勝浦湾の東南端に突き出た天然の険しい崖の、上に築かれた海場で、追記経緯時期などの詳細は不明だが、1521年に、マリアツ城の城主だった、上ズ武田氏の一族のマリアーツの武器が、安房の里見吉隆による、 北上祖師のために市場として築城されたという説がある。その後、マリアツ・タケ家の一族の居城となっていたが、マリアツ・タケ家が内紛で勢力を弱めると、後、北条氏と里見氏が数差に進出するようになった。1544年、里見方の正木と木持が大滝城のマリアツ長身を滅亡させ、朝臣の勢力圏を里見氏の参加に収めたとき、 勝浦城も里見方となっている。以後は、正木氏の一族の正木時忠が入り、勝浦正木氏と呼ばれるようになった。時忠は後に、御法上氏に寝返ったが、里見氏は、勝浦城に激しい攻撃を加えこれを取り戻している。正木賢治の乱が起きた時、正木キ忠は、里見義しよりに味方したため、賢治の攻撃を受け、一時落城したと言われ、後に、おまんの、 布ざらしの伝承を生んだ。賢治の乱が鎮圧されると、頼忠は、勝浦城主に復帰している。1590年に、徳川家臣の本田忠勝に攻められ落城後敗された。城が存在した場所は現在、八幡岬公園となっている。ありがとうございます。